皆さんこんにちは。株式会社クロの現役デザイナー兼社長のボブです。本日から LP 編というところで、今回はまず LP って何っていうところから、良い LP とは、やどのように LP が作られるのか、 LP の相場感などをお話ししていこうと思います。まず LP とはランディングページの略で、英語だとランディング、着陸する用のページ、つまりターゲットとなるお客さんに対してイベントや新商品が発売になった時にそれをアピールして、お客さんに対してイベントや商品詳細のいいところの話を盛り込みつつ、最終的には購入や参加してもらうためのウェブページのことを LP と言います。ちなみにこのお客さんが商品を買ってくれた、イベントに参加してくれたことをコンバージョンと言います。広告用語で言うと CV と言われて、さらにこのコンバージョンをパーセントで表現したコンバージョンレート CVR と言われるものもあります。この CVR が高い LP が広告物としての効果が高い LP というところで、良い LP ということになります。この CVR の算出の仕方は、実際にお客さんが物を買ってくれた、イベントに参加してくれた数割る、どれくらいのお客さんがウェブサイトに来てくれたか割る100で出すことができます。例えるとのり弁 EC サイトの黒屋さんが LP を作ったと仮定して、黒屋ののり弁がその LP から50個売れて、 LP に来てくれたお客さんの数が100人だった場合、50個ののり弁割る100人の来てくれたお客さん割る100で CVR が 50% と出すことができます。で、この CVR50% というのは実はとんでもない数字で、取り扱う LP の商材にもよりますが、だいたい CVR5% から、よくて CVR10% がいい LP の仕様と言われています。この CVR は今まで作ってきたバナーも同じ考えで、良いバナーの CVR は4から 5% 以上あれば良いバナーというふうにされています。他にもお客さんの目にどれくらい広告が表示されたかの指標のインプレッション数インプや、お客さんがどれくらい広告をクリックしたかの指標のクリックスルーレート CTR や、広告にかけた費用に対していくらでコンバージョンされたかが計算できるコストパーアクション CPA などがあるのですが、この広告用語の話をし始めると今回のテーマとずれてしまうので、何回か実際の LP を作った後にデザイナーでもわかる広告仕様まとめ動画としてお話しするようにいたしますね。では次に、どのように LP が作られているのかのお話ですが、基本はビジネスサイド、クリエイティブの依頼主の方が最初にワイヤーフレームを作成して、デザイナーはそれに従ってデザインをしていくのが一般的です。ワイヤーフレームについてはイラストレーター編15回目で、チラシのワイヤーフレームを作ったのと同じように Google スライドなどで作ることができるので、作り方は概要欄の動画 URL を参考にしてみてください。で、LP のワイヤーフレームですが、基本的な LP のテンプレートみたいなのがあって、LP の一番上がファーストビュー、またの名をキービジュアル。ここでお客さんに商品の魅力をアピールして、次に問題提起。こんな問題ありませんか？もっと良くしたくありませんか？というお客さんが共感するような例を表示して、お客さんの関心をつかんだまま、商材の詳細。サービスや商材のいいところを紹介することで、このサービスや商品はこんな簡単に問題を解決できるんだ、すごい、欲しいと思っていただき、次にコンバージョンエリア、購入や登録してもらうための入力フォームや購入フォームをつけて、最後にダメ押しで実際にサービスや商材を購入体験した人のコメントやサービスや商材の質問を書いて、コンバージョン手前の不安をなくしてコンバージョンしてもらいやすくするというものがあります。まずとにかく最初のファーストビューでお客さんに、お、何か面白そう、すごそうと思ってもらわないと、離脱といってサイトから離れていってしまうので、ファーストビュー、キービジュアルはかなり大事なポイントですね。またコンバージョンエリアも、今の説明では商材の詳細の後に入れてましたが、1個しか入れてはいけないというルールはないので、例えばファーストビューの下に追加するのでもいいかもしれないですね。最後に LP の相場感ですが、デザイン業務のみであればだいたい5万円から20万円くらいもらうことができます。バナーと比べるとかなり増えているのですが、 LP を分解していくと、先ほどのファーストビュー、問題提起、商材の詳細、コンバージョンエリア、
購入者コメント、Q&A のエリアはバナーと同じ要素でできているのですよね。なので先ほど言った6つの要素とプラスパソコン用のレイアウトとスマートフォン用のレイアウトで計12バナーを作ると考えたら、1枚1万円と見積もっても12万円はかかるのと、さらに素材を商用利用可能なサイトから購入するとなった場合でも、このサイト作成の予算の中から購入する場合が多いので、デザイナーの稼働工数としては妥当なんじゃないかなと思います。あとはスケジュールについてですが、余裕を持って1週間で初稿をクライアントに出して、2、3日でフィードバックをもらい、修正して翌週か翌々週の頭には納品できるくらいのスピードになれたら最高だと思います。はい、本日はこんな感じで、 LP とは何か、良い LP とは何か、どのように作られるのか、相場感についてお送りしました。次回はバナー編と同じく情報設計のところの LP のワイヤーフレーム作成をしてから LP のデザイン編に入っていきたいと思います。それではご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録、その他質問があればコメント欄までお願いします。以上、ボブでした。皆さん楽しいデザイナーライフを。バイー。